こんにちは、トメです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画ですね、以前ね、ウィルソンのグローブをオーダーしたっていう動画を出したんですけど、そのね、グローブが届きました。これね、箱もね、かっこいいんですよ。リアルグローブ for serious players ウィルソン。今日電話かかってきたんですよね。で、たまたま休みだったので、もう急いで取りに行きました。で、レジで一回ね、ちょっと確認させてもらったんですけど、まあ、かっこよくて、小さい声で、かっこいいって言ってましたね。車で取りに行ったんですけど、行きも帰りも終始ね、ニヤニヤしながら、で、だいぶ脇の甘い運転になってたと思います。それぐらいちょっとテンション上がってて、僕ね、バットのオーダーは結構するんですけど、グローブのオーダー生まれて初めてだったんですよ。で、僕ね、これね、見ての通りなんですけど、緑大好きマンということで、ダルビッシュさんのね、緑のグローブかっこいいなって思ってたので、それをモチーフにして今回作ったんですよ。ということなので、改めて開封したいと思います。今回このグローブの方なんですけど、青木宣親選手と同じ方になっています。なので、ちょっとね、ここのウェブがね、こういう日本製タイプなんですよね。グローブって、外野用のグローブだと結構編み編みが多いと思うんですけど、ちょっとね、この形に興味があったので、今回これにしました。で、もう一個特徴なんですけど、このグローブの特徴として、小指にね、最初から2本入れの形になっているそうです。僕はね、小学4年生からずっと2本入れにしてたので、こういうグローブに憧れがありましたね。編めまーす。なんかスポーツショップの匂いがします。中はね、ちょっと見えづらいね。クマちゃんになってるんすよね。クマちゃんになってるんですけど、見えづらい。でもめちゃくちゃかっこよくないですか？いやー、かっこいいと思うな。これが、ちょっとダルビッシュさんのグローブは、アシックスの緑色なんですけど、緑色でオーダーできるグローブがちょっと少なくて、で、ウィルソンさんが、緑色のね、グローブできるので、ちょっと今回ウィルソンさんにしたんですけど、オーダーの画面だと、結構明るいけど、深緑色っていう感じだったんですよね。なんで、実物ちょっと大丈夫かなって思ってたんですけど、実物も結構ね、深い緑色で、これならね、バッチリ使えそうですよね、公式戦とかでも。わー、素敵な緑色だこと。もちろんね、ここの部分も緑色のウィルソンになっています。これもね、ちょっとさすがにね、いいグローブだと思うので、手入れをね、しっかりしたいと思いますね。いや、かっこいいなぁ。かっこいいでしょう。でね、箱にはね、袋もついてるんですよね。おぉ。おぉ。って感じですね。いや、めっちゃいいっすね。このね、多分下に敷いて貼るやつは、もしもね、プレゼント用とかで、こうやって袋ですね。こういうやつがついてます。いや、マジでかっこいいっすね。いや、本当にかっこいいと思います。なんかね、ここら辺もちょっと選べるカットになってます。いや、マジでかっこいいな。どういう型で作ろうって言っても、僕はいつもね、なんかここら辺がハの字になるようなね、型で作るんですけど、いや、この冬ね、ちょっとしっかり作っていきたいなというふうに思います。多分ね、この大きさが、規格で一番大きいサイズなんですよね。なんですけど、思ったより大きいっていう感じもなくて、重いっていう感じもないので、まあね、いつも通りの感じで守備ができるんじゃないかなというふうに思います。僕はね、普段ね、バッティングのお話が大好きですので、バッティングのお話ばっかするんですけど、今回はこういうね、グローブをオーダーしたので動画にしてみました。友達とね、キャッチボールする予定もありますので、それと一緒にご覧ください。はい、ということで、数少ない友達の山竹くんとキャッチボールしてきました。彼も YouTube やってて、ゲームのチャンネルと、株でね、優待の紹介だったり、ポイ活などね、生活にすごい役に立つチャンネルをやってますので、もしよろしければね、興味ありましたら、下の説明欄からぜひ見に行ってほしいです。で、グローブに関してなんですけど、まだね、硬いからね、すごいポロポロしたり、うまく取れてないんですけど、まあ、やっぱりね、外から見てもかっこいいですね。先ほどね、少しお話ししたんですけど、まあ、今まで使ってたグローブよりも、縦にもね、やっぱり大きいので、今までとは違うね、感じはやっぱありましたね。とはいえ、重さもね、そこまで感じないので、まあ、投げてる時も、まあ、問題なくいつも通り投げれてるかなっていうふうに思いました。今ね、絶賛グローブの片付け中で、毎日ね、グローブ触るのね、ニヤニヤしながらやってます。まあ、ちょっと関係ない話になってくるんですけど、僕のね、動画で投げてるところ初めてかもしれないですね。
そもそもね、自分が投げてる映像自体僕がね見たことなかったので、まあ、こんな感じなんだなっていうのを初めて見ました。結構近い距離でやってるんですけど、動画で撮るとなんか意外と遠い距離投げてるように映ってるので、ちょっとなんか肩が強く見えてちょっと漏れてますね。この日はね本当にね、まあ寒くて体がね温まる前にもうすぐ帰っちゃったんですけど、ね、キャッチボールしながら山竹くんとね雑談しながらね、彼ねパワプロの大会で優勝してグローブゲットしたらしくて、まあ、先ほどねゲームチャンネルがあるっていう風に言ったんですけど、彼ねすごいゲームが上手なんですよ。本職はぷよぷよなんですけど、パワプロのプロリーグのドラフト候補にまで上り詰めて、まあ惜しくもねちょっとドラフトにはかかってないんですけど、その代わりに、ね、プロリーグの解説をやったくらいで、それぐらいねゲームがね非常に上手な人なんですよね。でパワプロをやってる人がね参加してるパワーバックスっていう草野球のチームがあるらしくて、興味ある方はねぜひ検索してみてください。都内での活動が主らしいです。こんな感じでね、普段は僕はバッティングの話が大好きなんですけれども、素敵なグローブを手に入れたということで、今回はこういう動画を作らせていただきました。もしよろしければチャンネル登録だけでもしていってください。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。